フランツ・ヨーゼフ・フォン・バッテン・ベルクは、ドイツの貴族。ヘッセン対抗家の処刑バッテン、ベルク家の公子。ヘッセン大公子アレクサンダーとその貴遷結婚の妻、ユリア・ハウケ伯爵夫人の間の、第5子、4、男として生まれた。母は、ドイツ系ポーランド貴族のヤン・マウリツィ・ハウケ伯爵と、その妻ソフィー・ラフォンテーヌの間に生まれた娘である。両親の身分違いの結婚のため、 彼とその警視は、ヘッセン大公使、大公女の称号を許されず、1314年に、家計の耐えていたバッテンベルク伯爵家の加盟にちなむ、バッテン、ベルク公使、公女の称号を与えられた。フランツ・ヨーゼフは、学校教育を受けた後、ポツダムで軍人としての訓練を積んだ。1879年4月に、時系のアレクサンダーが、ブルガリア公国の元首に衰退されると、 フランツ・ヨーゼフが見込んで実施のないアレクサンダーの推定相続人に指名された。しかし1886年、アレクサンダーは、ロー派の官僚に陥れられて、ブルガリア皇の座から退けられた。1894年、フランツ・ヨーゼフは家族に会うためロンドンを訪れた際、アメリカ合衆国の鉄道財閥バンダービルト家の娘、コンセーロ・バンダービルトと知り合った。 しかし、コンスエロの母親、アルバベル・モントはすでに、イギリス貴族の、第9代マールバラ公爵、チャールズ・スペンサー・チャーチルを、コンスエロの夫に選んでおり、フランツ・ヨーゼフは、失恋を癒すため旅行に出かけた。彼は1897年5月18日に、セキニエにおいて、モンテネグローニコラ一世の娘アンナと結婚した。夫婦生活は幸福だったが、 子供には恵まれなかった。ありがとうございます。